アルビオン作戦は、1917年の9月から10月にかけて、ドイツ帝国が、ロシア臨時政府の統治下にあったサーレマー島、ヒーマージュマ、ムフ島などの占領を起都した、陸、海の作戦である。このうち陸上での作戦行動は、総会の実施や、沿岸砲を制圧した後に10月11日のサーレマー島への上陸から始まり、16日には、 サーレマー島はドイツ軍が制圧するに至った。また、ロシア軍は18日に無不当を放棄した。二度の失敗の後、ドイツ軍は10月19日にヒーウマー島への上陸を果たし、翌20日には島を占領した。一方ロシアのバルト海艦隊は17日のムーンイリエの海戦での敗北の後にこの海域から撤退した。 ドイツ帝国は10月12日から作戦終了までの期間で2万人の捕虜を得るとともに100門の火砲を露獲した。バルト海での海軍の活動はあまり派手なものではなかった。日露戦争によってサーリの海軍はバルト海艦隊と太平洋艦隊のほぼすべてを失っており残っていたのは時代遅れか小さすぎるかする船だけだった。つまり 大戦勃発前のロシア帝国海軍は復興の第一段階にあった。バルト三国におけるロシア海軍は非常に弱体だった。ピョートル大帝の城を意味するはずの首都ペトログラードの防御も整っておらず、フィンランド湾の防衛体制は部分的にしか完成していなかった。その防衛隊の最も西にあたる部分にバルト諸島とオーランド諸島が位置していた。 一方、ロシア海軍が弱体なことで、ドイツ帝国海軍は何でもできるように見えたが、戦略的な意味での焦点は明らかに北海にあり、そこで圧倒的な力を持つイギリス海軍と対峙する必要があった。したがって、この方面の最高指揮官である、バルト海艦隊司令長官のハインリヒフォンプロイ先代提督には、大部分が時代遅れの少数の戦力しかなかった。 主力は旧式戦艦や装甲巡洋艦や、軽巡洋艦、それに水雷艇もあった。双方ともに弱体で、さらに陶器の何ヶ月かは、流氷のために航行不能という状況から、いずれも海軍力を適量域に進行させることには、消極的で、たまに起きた、不き遭遇戦でも普通は引き分けに終わっていた。しかし、戦争の初めに、ロシアは、 ドイツ海軍の暗号書を捕獲していた。それによって、ロシアとイギリスはいずれもドイツ軍の無電を解読できるようになった。ロシアは、先の戦争で機雷の運用経験を得ており、戦海であるバルト海に広大な機雷腹を設置した。ドイツも、また、機雷を使う用意をしていたのでそれに続き、結果、バルト海は、非常に危険な水域となった。 双方とも潜水艦による待ち伏せを試みた。この海の状況に決定的な変化を与えたのは陸上の戦況だった。戦争の進行に伴い、ドイツ軍はバルト海の沿岸部で大きく前進し、その地のロシア海軍の基地を占領していったことで、ロシア側の艦船の行動範囲は狭められていった。 戦線は、リガ湾にまで達したことで、ドイツ軍は進行中の陸軍部隊を、海上から支援し、補給しようとした。ロシア側もこれを阻止しようとして、艦隊をこの方面に集中させた。これは、周辺のロシア側の拠点、フィンランド湾、ハンコ、ヘルシンキ、ダリン、クロンシュタットなどによって支えられていた。バルト3島は大北方戦争以後、 ロシア帝国のリフリアント県に属していた。土地は平坦で、森林と、小宅地が点在する中に、開墾された農地と農場、それに131以上のバルトドイツ人の貴族の、邸宅と小村が広がっていた。諸島では飛び抜けて大きな町であるクレサーレには、行政府が置かれていた。人口は五万から六万で、大部分は農民、または漁民であり、 エストニア人だった。役人や上流階級や知的階層などは大抵はバルトドイツ人か少数のロシア人に独占されていた。作戦期間中、住民は様子見しており、どちらかに味方することはなかった。ドイツは1918年に敗北し、その主な要因は西部戦線にあったことから、東部での出来事はアルビオンを含めて無視されがちだった。以後の扱いは、 東西で違った経緯をたどった。西部戦線と北海での出来事は、西側諸国とドイツの歴史家たちが主に扱った。ソ連では、敗戦とは訂正及び、臨時政府の責任によるものだったことから、関心が低かった。エイリヒフォン・チスチュウイッツ将軍は1931年に、この作戦に関する最初の論文を発表し、アメリカ軍によるものを含む注目を得た。 しかし少々奇妙なことに、アルビオン作戦は、陸軍大学では抗議の題材とされたが、アメリカ海軍と、アメリカ海兵隊からは注目されなかったようである。この戦いを扱った、ドイツの公式戦士である、クリークツアーシー19、1914-1918の、第三巻クリークインデアオーストジー、フォンアンファン1916ビスクリークセンは、第2次世界大戦のため、 1964年まで観光が遅れた。ありがとうございます。